石田悟の取材放浪記。ここからはノンフィクションライターの石田悟さんが今週気になった社会の動きについて語る時間です。今日はバンフォーレ幸福の奇跡をもっと褒め称えるというタイトルです、ね。いやそうなんですよ。まあ僕サッカーも好きなんですが、はい、あのこの間あの、えー、天皇杯というのがありまして、はい、まああの、えー、日本ではですね J1、J2 クラブそれからとその都道府県の代表チームがですねあの一発勝負の トーナメントをするんでいうト、まあ、トーナメント戦ですねっていうのがあって、まあ、これ、あのまあ、日本でも言うと三大タイトルの一つとか言われてるんですけど、まあそこでですねなんと J2、18でですね、うん、あの今回、J3 とか落ちんじゃねえのとかって言われていたバンフォーレ甲府がです、ね、まさかの優勝を遂げている先日のね日曜日にその天皇杯の決勝,、はい、皇決勝が行われて、はい、サンフレッチェ広島に、まあ、PK 戦でね。 PK5 対4で勝利するんですけど、うん、あの3回戦以降、ですねこれがなかなかすごくてまずコンサドーレ札幌、サガー・トスアビスパ福岡そして J1 でも競合中の、まあ、競合で、まあ、今季もまあまあ良かった、えーまあ、アントラーズファンはそんなに良くないというかもしれないけどでもまあそれなり内容は良かったアントラーズを、えーね、4チーム、4連勝でですね撃破してですね、うん、あれをあれよという間に あの決勝までやってきてしまったんですね。で、この決勝で対戦したサンフレッチェ広島は、まあ、今期からです、ね、新監督を迎えてです、ね、J1、3位、若手なんかもよく育っていてです、ね、非常にこう好調で、まあ、な相手で、しかもそのモチベーションすごい高かったんですね、やっぱりタイトルをあの取るぞっていう、まあ、リーグ戦はもうちょっと難しそうだから、ここで何としてもタイトル取りたいっていうんで、モチベーションも高かったし、実際、僕らみたいな J リーグ好きな人間からすると、J リーグ見てきた人間からすると、 まあこれどう考えてもサンフレッチ一緒みたいな中身もいいしあのしかも戦力差もやっぱあるしでしかも今季結構好調だったしモチベーションも高いからこれはサンフレッチ行くだろうと思ったらですよ見てたらまあ前半から全然臆することなくですねディフェンスをちゃんと固めてですねあの蹴るところは蹴る、えー、守るところは守るっていうことで集中した守備でしかも先制点バンフォーレみたいな。 どうしちゃったの私ほら山梨のラジオ6年やっててまさにその間に J2 に合格してその後もかんばしくない話ばっか聞いてたからさでかんばしくない話ばっかり聞くじゃないでしょで僕もかんばしくない話を聞くじゃ驚いてれさマジでみたいな感じになるわけですよでなぜかがいろんな分析はできるけど正直どれもわからない 本当ミラクルでし、ね、ミラクルとしか言いようがないものはミラクルなんだって感じで、いやいろんな後から内容がこうだったとか、ああだったとか、言えますよ。で、今気も例えばそのあの、後半、延長戦に入ったんですよ、1対1で延長に入ってで、でまあ、とにかく後半終了、もうあとちょっとで終わるって時に、追いつかれて、ああ、まあ、ここまでかみたいな、番号でここまでかなって思ったら、後半。 あの延長後半まであの延長戦もまあ結構いい戦いをしていってで最後、延長 PK 取られたんですよ。でサンフレッチェが PK で決めたらまあほぼこれは勝ちだろうなと思っていたらその PK も奇跡的に止めちゃってでしかもすげえいいストップだったからまあこれは奇跡というかまああの実力で止めたって感じなんですけどあのでそれでまあ最後の最後までねあの決,勝のえ決勝も PK 戦にな,るまでなっても全然臆することなくやってたから。 なんか J1 の中でもこれでも結構すごい話で J2 リーグの下位チームがこの J1 のですねあの上位チームを相手にですね連勝を飾っていくなんてまあないでもやっぱりこうえに9日でもスポーツ観戦クリエイティブっていうのやりましたけどもうねスポーツのねなんかある意味では醍醐味弱いチームがあの強いチームを勝ち続けるっていうですね1つのなんかもう頑張れベアーズ以上の奇跡がですねここに起きてしまったみたいな。 じゃ今も山梨お祭りね山梨県のな,なんか山梨のなんかさ震源公でも成し遂げられなかった私来週土曜の震源公祭りに女装でパレード参加するので <laughs> あもうそしたらもうバンホレコフバンザイみたいなでも<え>もうどっちかというとあのマスコットキャラのバンちゃんのコスプレとかした、ね、バンちゃんのコスプレした方がいいですよバンちゃんってキャラがいるんですねそうそうそう,そう <laughs> <laughs> そういうぐらいね。とにかくあの僕はなんかあのとにかくね今回のバンホーレは偉大だったっていう感じがするね。J2、うん、チームの優勝ということでね。そうっだってあのだから僕事実上初めてだと思ってるわけですよ。J2 ってであの FC 東京以来とかって言われてたけど、うん、FC 東京優勝した時はまあぶっちぎりで J2 ぶっちぎりで強かったくて J1 に上がること決まってたんですよね。そう,そうそう。でほとんど J1 みたいな感じだから。うん まあ、あのカテゴリーは J2 だけど、力的にはまあほぼ J1 かなみたいな感じの優勝だったんですね。うん、で、今回はぶっちぎりの、なんかもうほとんど買い争いをするようなチームが上がってきちゃったもんだから、うん、あのこんな奇跡って、多分天皇杯102回やってますけど、そうそうもうないし、僕、生きてる間にもう見ることないんじゃないかぐらいな。すっごいハレー彗星みたいな話。<laughs> びっくりしたんですよ、本当に。<laughs> へー だって J218 のチームがさしかもなんか今季そんなにくなくて内容も友達のなかったチームが誰がカップ戦優勝するよっていうぐらいの奇跡が起きたんだけどなんかいまいちちょっとこのヴァンフォーレのねこんな奇跡に対して少しこう日本のねあの皆さんは冷淡なんじゃないかと思って <laughs> ちょっともうちょっと扱いを良くしてあげないとみたいな、ねうん、当日のねいろんなスポーツニュースではすごく取り上げられてましたけどいや速報クラスだろこれみたいな。<laughs> 選挙速報クラスですよ、これ。まあ、振り幅の話ですよね。いや、もうともっと取り上げないと。と、うん、いうことでね、改めてこのコラムで。はい <laughs> そうそう褒めたたえ、うん、そして僕はもっと、ね、頑張ったっていうことを言いたい、ね、<laughs> おめでとうバンホーレ甲府サポーターの皆さんって感じですね <laughs> 今日はバンホーレ甲府の奇跡をもっと褒めた,たえるというタイトルで石戸悟るの取材放浪記このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR おいでよクリエイティブの YouTube チャンネルぜひチェックしてください